本日の動画は、はい、どうもみさん、こんにちは、ベサスです。今回もゾンビズゲームやっていきましょう。ということで、イベントが新しくスタートしたんですが、結構もう置いてけぼりにしてしまっていた、3月のゾンビシリーズの、解説をちょっと挟んでいこうかなと思います。2月の分がやってなくて、おい、なんでやってないんだろうと思って、ちょっと調べたり、自分の動画見返したんですけど、純粋に2個に分かれてるっていうのもあったし、あと数が多かったっていうので、なかなかそういう解説する機会を自分の中で設けてなかったんだなっていう風な、純粋にサボりですなので、まあ3月はちょっとちゃんとやっていこうかなと思います。はい、今回ゾンビシリーズウェディングでもありましたけども、諸角みのり、小島弥生、飯野ゆかり、まあ堀美央奈ちゃん、坂口珠美ちゃん、加藤翔さんの、3人が今回も対象となっております。はい、じゃあまず堀ちゃんから見ていきましょう。まずスキルからです。スキルヒーラーですか。ザンビでヒーラーって結構ありがたい気もしますけども、最も HP の割合が低い味方の HP のを5536回復、まあここら辺は普通くらいかな。私のことを信じてください。最も HP の低い、味方の、アクティブもそうか、アクティブも一緒なのか。でサポートが、ああなるほどね、そういう感じで。で、パラメータ見ていきましょう。まあ、毎回そのザンビの解説の時には言ってるんですけど、ザンビシリーズの特徴としては、このパラメータ、まあ、ステータスですね、が、普通の星5よりかは少し劣る程度だけど、星4よりかは強いみたいな、その、なんだ、4.5 みたいな感じで思っていただければと思います。まあ、一応配布キャラという風な感じになっておりますので、まあまあまあなのかなっていうイメージもあるんですけども。そんな感じでございます。まあこういう風なパラメータで HP が6900、すっくな、これレベル100の、ま、開花もマックスの状態だよね。少なくない？ちょっと待って、じゃあ一回タンマ、まあ、こっちちょっと見てみましょうか。8200だよね、そんぐらいはあるよね。少ねびっくりしちゃった。普通に8000とか7000台あったよなっていうイメージが僕の中であったんで、そう考えたら低いのか。まあ、タンクはね、タンクはある方なんですけど、まあ、ヒーラーは後方なので、まあ、それはないか。ちょっとびっくりしちゃった、自分で言って。で、物攻とか防御とか、まあまあですかね。まあ、特攻、まあ、ヒーラータイプなんで、まあ、特攻が上がってるのは、まあ、見受けられるんですけど、まあ、ちょっと、やっぱ、さっきも見せた通りなんですけど、ちょっと全体的に低めではありますよね。というような感じなんですけど、まあ、スキル的には、常に回復してくれるっていう意味合いもあって、サポートじゃなくてヒーラーがちょっと手持ち足りないっていう方には結構いい感じになるんじゃないのかなと僕は思っております。まあ、例えばで言うんですけど、まあ、僕がよく使ってるパーティーも、実は星4を1体だけ編成していて、まあ、純粋に星5のヒーラーがいないっていうのも、引けてないっていうのもあるんですけど、まあ、こういう風にヒーラーが不足している、結構ね、ヒーラーの不足ってあると思うんですよ。僕のそのイメージとしては。そのザンビザゲームに、なってからヒーラーがちょっと足りないとか、気づいたらヒーラーがいないとかあったんで、そう考えたら結構この配布での、まあ、ザンビシリーズだけど、もらえるっていうのは結構でかいんじゃないのかなって僕の中ではちょっと思いますね。まあこれあと、まあ、1ヶ月ぐらいあるのかな確か。3月中頃から交換がスタートして、そうですね、だいたいあと1ヶ月ぐらいか。なのでまあ、結構交換するのもいいのかなと思います。はい、続いて、坂口珠美ちゃんです。理想の世界へ、はい、名称が思いつかない、ちょっと待って、頭今フル回転させよう。特殊アタッカーだ、そうそうそう、というふうな感じで、前方範囲内全てに特殊ダメージをまず与えて、で特殊防御を12秒間ダウンさせる。ああなるほどね。まあ確かに特殊は特殊で組むの結構強いですし、あとそのヒーラーとかサポートとかも一応普通の攻撃の扱い的には特殊攻撃になってくるので、まあそのこのダメージ軽減じゃなくて防御下げる系、相手にデバフ系を与えるものだったらまあいいと思いますね。でまあその何だろう、言ってしまうとザメズゲーム、ゲームのシステムが変わったとはいえど、その何だろう、戦闘に対して苦手意識があまりないゲームなので、そこら辺あんまり考えなくてもいいのかなとも僕は最近思ってきたんですけど、まあ
大体育ててれば勝てるっていうのが正直なんですけどね。なんで、まあ、もうちょっとなんか攻撃のなんかがあれば嬉しいなと思うんですけども。で、アクティブが LP 回復ですね。で、プラス特殊攻撃を、アップさせるものらしいです。はい。パラメータ見ていきましょう。まあ、HP はまあちょっと高めか。どこも高めだし、まあ、命中回復、まあ、ここら辺はまあまあまあっていうような感じです。まあ、こっちのその、なんだろう。会心とか回避とかっていうのは、あれで上げれますか、成長ボードで上げれますからね。まあ、全体的なステータス上げれますけど。続いてですけども、加藤志保さんですね。リミットが味方全体の HP は3200、ちょい回復する。で、アクティブが最も前の味方の HP は4058回復する。なんで、まあ、アクティブスキルは、まあ、バランス型で組むとタンクとか、前線を張る物理アタッカーとかに結構、ヒールが入るものなのかなと思います。あとですね、まあ、ヘイトを前の方が集めやすいので、その戦闘の時にまあ結構それ落ちやすかったりとかはするんで、まあそこら辺の、なんだろう、回復にはいいのかなと思います。で、この同じヒーラーなんですけど、このホレミオナちゃん、と加藤志保さんの違いっていうのが、まあその全体なのか、個人なのかっていう風な感じですね。まあ、こっちだと最も HP の割合が低い味方のなんで、HP が減っている。まあ、例えばトラップでダメージ食らっている人だったりとか、前線張って、ダメージを食らっている人だったりとか、そういう人に対しての、回復になるんですけども、まあ、こっちはそうじゃなくて、まあ、全員というふうな感じ。で、アクティブの方が最も前のなんで、まあ、さっき言った通り一番前のタンクだったり、物理アタッカーだったりだとか、そういう子に対しての回復となっております。そうですね、まあ、なんか結構ヒーラーとしては、役立つものがあるんじゃないかなと思うんで、結構、ね、ゲットしておくのもいいんじゃないかなと思います。過去にも何体か、ヒーラーのザンビシリーズはいたんですけども、でもまあ、いる分には全然大丈夫じゃないのかな、と大丈夫というかやれるんじゃないのかなというふうな感じで僕は思ってますね。はい、そんな感じでございます。まあ、イベントについてのことはまた、別の動画でお話ししようと思いますので、そちらの方、お待ちくださいということで、以上ザンビシリーズの解説でした。そんな感じでございます。まあ、その前回の動画でも軽くお話ししたんですけども、ちょっと今回イベントはスルーさせていただきます。ちょっとこれ俺メンテナンスちょっと何だったんで、一番最初データ不具合の修正、ああそういうことか。で、まあ神楽関100%セメントリンク、おい、これなんかあったっけなってちょっと思って、急に撮影するときかな、撮影しようかなと思った、いや違う、撮影するときだ。で、ちょっとメンテナンス入っちゃったんで、で、その後俺ちょっと用事があって出かけちゃったんで、撮影その日結局できなかったんですよね。ちょっと驚いちゃったぐらいですね。と、まあそんな感じでございますので、まあひな祭りシリーズが終わって4月だから、お花見デートとかそんな感じなのかな、次のイベントのフォトメモとかは。あ、そうだ、4月の誕生日のメンバーというかキャラクターは見ておきますか。出てない子で逆算すればいいんだよね。ちょっと待って。あー、だめだ、思い出せない。あー、もう秋吉に、いや秋吉にいたんだよな確か。いや、秋、4月だー、合ってたー。合ってた。あとは山中莉子ちゃん1月、先月か。先前なちゃんが10月でいたよね。千代しおりちゃんもいた。関あずさちゃんも10月でいたよね。誰だ、庄司美代。あー、合ってた。ビンゴ。の、あー、なるほど。庄司美代と、ゆきよしりんの2人か。なるほど。こっち、俺、こっちのね、プロフィール全然把握してないんだよな。別にしなくていいか。一応調べとくか。12月、5月、11月、1月、4月、ああ、小坂奈緒さん来月なんですね。犬ゆかりレッドバージョン。で、ブルーが3月で、あそこ今やってるんだろうね。片言になっちゃった、なぜか。月5、9月、9月26、ちょっと近いな。6月1日。2月26、あそこ、いたか。7月12、10月5日。これ、誕生日ってなんで決めてるんですかね ?2 月、あ、そっか、いたわ。じゃ、この3人か。
九志凛さんだからもうメンバー名前出た方が早いか。星野みなみさん、向井葉月さん、小坂奈緒さんが次のザンビおよびウェディングの子になるらしいですね。はい、まあそんな感じです。なので、まあ来月のその例えばこの子が欲しいってんだったら、まあ神楽席じゃなくてロッカの絆決勝を貯めるとかいろいろやっていただければいいんじゃないかなと思います。はい、以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。